ちつきさん、初見です。中1の息子が心臓検診で引っかかりました。QT 延長だそうです。来週精密検査です。あれ、精密検査行かれるんですね。精密検査行かれてからね、行ってからその結果でいいと思います。QT 延長症候群は、簡単に言ってしまうと、もしかしたらね、もしかしたらの話なんですけども、不整脈が出てしまう。で、それがね、命に関わるような窒息不整脈っていうんですけど、それが出る可能性が高いって言われてるんですよ。可能性が高いって。他の人よりもですよ。他の人よりも可能性が高いってことですよ。なので、ただこの QT 延長症候群は、この心電図のね、機械が判定したものなので、これってね、信憑性がありません、今のところね。なので、精密検査って言われてるのであれば、病院に行っていただいて、そこの結果次第で、そこからね、何をするかとか、どういうことをしなきゃいけないかっていうのを考えてもらった方がいいと思います。多分大丈夫って言われることがほとんどですので、分かりませんよ、分かりませんけども、塚の息子さんは分からないですけども、ほとんどの方が検診で QT 延長症候群って言われても、病院に行って大丈夫って言われるのが、その多くあることですので、なので、まずは病院に行ってからですね、精密検査を受けてからにしましょう。